オフィス実務課、身体障害者対象、訓練期間は5ヶ月です。パソコンの基本操作、ワード、エクセルを使った文書の作成などを学び、オフィスワークができる人材を育成します。訓練期間内にワード文書処理技能認定試験やエクセル表計算処理技能認定試験にチャレンジしますので、合格すれば就職活動の大きな武器になります。また自己理解を深める訓練やビジネスマナーや応募書類の書き方など、就職活動に必要な様々な知識を身につけることができます。